海外メディアが先日、中国の深刻な債務問題を取り上げました。経済発展途上において、高い負債率は必然的な現象なのでしょうか。これらの債務はどのようにして生じて、またどのように返済するのか。中国の庶民と当局に与える影響は。なぜ経済学者は通貨の大量発行を危険な略奪というのでしょうか。専門家の分析を聞いてみましょう。フランスの新聞リベラシオンが先日、重い債務を背負った北京と題した長編文章を掲載しました。文章によると、中国の公債が国内総生産に占める割合は4年前の 17% から 58% に急増。さらに民間企業の債務も合わせると 215% に達しますが、2008年には 131% でした。また、中国の公債の増加のスピードが速すぎるのは、主に地方政府の債務が原因で、2年半の間に 67% 増加し、2兆2000億ユーロに上ると文書は指摘しています。泥沼にはまった多くの地方政府は、引き続き大量の借り入れを起こして、利息の返済に充てるしかないのです。北京師範大学の経済学者、ダン・ショウヤクさんは、経済発展には融資が必要であり、融資を受けると負債額が増えるのは当然だが、中国のような高い負債率は、経済発展の必然的な副産物ではないと考えます。文章はまた、アメリカの経済学者、ペティス氏の言葉を引用し、中国のほとんどの投資は、誰も住まない不動産や、誰も使わない高速道路や空港、または工場の建設に使われていると指摘。北方のオルドスから南部の三亜市まで、裕福な浙江省温州市から貧しい寧夏回族自治州の海原まで、至るところにゴーストタウンが作られ、西側のメディアにもたびたび取り上げられています。这里面很大一部分属于不良债务，它不能产生新的财富，是因为这些投资主要是政府行为，都是不理性的，他就花别人的钱办自己的事，他不讲节约的。ゴーストタウンの他にも、中国各地では近年、豪華な建築物が大量に建設され、西側諸国を唖然とさせています。リベラシオンの文章は、安徽省のある小さな町の政府が、アメリカのペンタゴンと同じ規模の政府ビルを建てたと伝えています。また、北京、武漢、重慶、広州などの大都市には、60から100棟の摩天楼が建てられています。ダンさんは、このように生まれた債務は、当局を深刻な信用危機に陥れていると指摘します。不良債務就是这资源的浪费啊，这是真正的财富减少了，老百姓真正的福利啊受到影响。政府啊，他不能及时去清理这些债务的话，让老百姓对政府啊失去信心了。一个国家的人民对政府失去信心的话，可能是灾难性的。アメリカ在住の経済学者、テイ・ギョウノウさんは、地方政府の債務は、中央政府所属の銀行が負担することで解決されると指摘します。一方、中央政府は、銀行を破綻させるわけにはいかないので、通貨を増刷するしかなく、つまり、インフレで債務を減らすと分析します。テイさんは、中国共産党は、最終的に地方債務によって崩壊するのではなく、地方債務によってもたらされるインフレによって崩壊すると信じています。浙江大学法律と経済学研究所の創設者の一人で、学者の宋道学さんは、深刻な債務は中国の経済発展の重荷になるのは間違いないものの、政治体制の原因で、当局は非正常的な方法で解決すると考えます。毫无疑问，否则就不会有当年的40000万亿救市市的灵动。因为是共产党是真的国家，它占有了全部的公民经济资源，包括物质的，包括人力的。因此，它可以以透支的方式，不过子孙后代发展进行了掠夺性的破坏性的开发。中国の財経評論家でコラムニストの牛頭さんも、2009年から行っている大量の通貨増刷は。国民の財産を略奪する金融行為であると指摘し、
これは非常に危険な行為で、多くの政権は通貨増刷によって葬られたと警告しています。新東人テレビがお伝えしました。有人说他是专制组织的，正处于危险时期。大于加法。